ナンバー i 型はフィンランドのヘルシンキ市電で使用されている路面電車車用道路線発の連接車で NRVI 型とも呼ばれる。この項目では低床車体を挿入した MLNRVI 型についても解説する。フィンランドの首都ヘルシンキ市内を走るヘルシンキ市電における初の連接車。 当時ドイツのデュワグが展開していた路面電車車両であるデュワグカーをもとに設計が行われたが GT6 と比較して車体設計が変更されたほか量産された路面電車車両としては世界で初めて電気子直波制御装置が用いられた。車体は右側通行を前提とした片運転台で車内にはクロスシートが配置された。 1973年から1975年にかけて40両が導入され、残存していた二軸車をすべて置き換えた。製造以降、ワンマン運転への対応工事をはじめとした隠し工事が実施されているほか、2005年からは全車に対して機器や内装、構え体の修繕を主とした近代化工事が行われている。また、塗装についても登場当初は、 赤色と薄い灰色を基調としたものであったが、その後1995年までに、旧型電車と同様に上半分がクリーム色、下半分が緑色の塗装に戻されている。2013年から2014年には、サイドの大規模修繕に加え中央部が低床構造となっている、中間車体を挿入し三車体連接車の MLNRVI 型とする改造が重量を、 対象に行われ、同時に車両番号も以下のように変更されている。2021年の時点で現存するのはこの重量のみであり、改造されなかった30両は新型車両アーティックの投入により2017年10月30日をもって運用から離脱している。ありがとうございます。